私でーす。アンナでーす。よろしくお願いします。今日は風が強いですが、吹き飛ばされないように頑張って歌おうかなと思います。よろしくお願いします。手振ってくれて、昔から他の人と違ってさ、ダメなとこばっか出てきている気がした。大人になってから君は言った、それが私らしさだと。ありがとうございます。私のオリジナル曲のオーバーフローという曲から始まりました。今日はとっても風が強くて寒いんですけど、まあ、逆にね、私はあの風が強くなかった日にここに立てたことはないんじゃないかっていうぐらい毎回風が強いので私のねこのライブ見に来てくれてる方は、あ、もしかしたらもう、あ、うん、まあアンナちゃんだからね、群馬から風呼び寄せてんのかなって思ってくれてると思うので、ちょっとみんなの髪の毛がねなびいてるのを見ながら私は今日ねライブをしようかなと思います。で、せっかく皆さんと距離が近いので、後々にちょっとリクエストとかも皆さんに聞けたらなと思いますので、もしよかったら考えておいてくれたら嬉しいです。あ、ちょっとマイクでかいかもです。ちょっとだけ下げてもらっていいですか。ごめんなさい、気持ちはうっちゃってるような感じがします。ありがとうございます。それでは続いてはカバー曲をここから歌おうかなと思うんですけど、最近私がハマっているヨルシカさんの春という曲を歌います。聴いてください。あなたは風のように見ては夕暮れ、何を思っているんだろうか、まぶたを開いていたあなたの目はビンドロ、少しだけ春の匂い。晴れに晴れ花よ咲け、咲いて春のせい、降りやめば雨でさえあなたを飾る春。胸を打つ音よ投げ、僕ら春風、あの雲も越えてゆけ、遠くまだ遠くまで。あなたは晴れのように目を閉じ
を開いているあなたの目にビーどろ今少し雨の匂いがした泣きに泣きそうだよ泣け泣いて雨のせい降りしきる雨でさえ雲の上では春土を打つ音よなれ僕ら春あれあの雲も越えてゆく遠くまだ遠くまで晴れに晴れ空よ酒咲いて春のせい降りやめば雨でさえあなたを飾る春胸を打つ音奏で僕ら春風音に聞く春の風さあこの歌よ投げ晴れに晴れ花よ咲け咲いて春のせいあの雲も越えてゆけ遠くまだ遠くまでありがとうございますありがとうございます Thank you ヨルシカさんの春という曲でしたありがとうございます、私は普段都内を中心に活動してるんですけど SNS とかも結構頑張ったりとかしててで、ありがとうございます。で、最近、ごめんなさいね、飲み物片手に。最近ちょっと、私、アニメがとっても好きで、で、アニソンがね、やっぱとっても素晴らしいなって思って、SNS 結構いろんなアニソン乗っけたりしてるので、もしよかったら皆さんね、チェックしてもらえたらなと思います。で、この後もね、ちょっとまた、アニソン歌おうかなと思うんですけど、実は私もアニソンを歌わせていただいたりとかしておりまして次は私が担当したアニメのエンディングを歌おうかなと思いますあみんなが震えてて私も震えたくなっちゃうこれ飲み物飲んでるの後ろに大々的にあるの恥ずかしいねあんま見ないでねこれあれはどこのカメラなんですかこれあこれかやっぴーなんかライブ配信もやってるみたいであみんなほらカメラに入るように大きい拍手してあふういいねありがとうこれもし入ってなかったらごめんなさい私の勘違いでね入んない可能性もあるからあやだめだ腕まくりしたいけどヒートテック見えちゃうみんなヒートテック着てる今日なんで着てないなんで着てない人がいるん今日あらあ大丈夫私は群馬の民はい続いて私のオリジナル曲の花のようにという曲を歌います聴いてください苦しく感じるほど眩しい微笑みを未だにまっすぐ見れない私心の深くで散らばった気持ちをゆっくり
ように夜空の星が全てを見てるの知っているの窓を開けて問いかけるどうしてこの世界は輝きで満ちてるあなたの笑顔が教えてくれた幸せな結末を願ってしまうの目を見てそれが言えたなら私初めて自分の曲でおたけしてる人を見ました。ありがとうね、ありがとう、最高、ありがとう。ペンライトを持ってきてくれてたり、もうただただ心配なのは彼の風邪をひかないかどうか、ただそれだけ。どうか皆さんどうかね、無理だ気をしないようにね。ありがとうございます。ちなみに私のライブハウスとかのライブ見たことあるよって方、大丈夫です。あ、嬉しい、あ、嬉しい嬉しい、中心に集まってくれて、あ、ありがとう、ありがとう、まっすぐ。ぜひね、私のライブ、実はね、グッズがまだペンライトがないんですけど、いつか作りたいなとは思ってるんですけど、もしよかったらね、他のアーティストのペンライトでもいいんで、ぜひご持参ください。で、ぜひ振ってください、私のライブで。はい、ということで、ちょっとそろそろリクエストとか聞こうかな。なんか歌ってほしい曲がある人、全然いないね、2人、あ、3人、あ、まあ、じゃあ一番最初に手挙げてくれたんで、いけるかな、歌ったことない。リクエストしていただいたのが703号室というアーティストさんの曲なんですけど、私の大親友のお友達でして、すんごい面白い子なんですよ。会った時は毎回必ず会って初めてその私にかけてくる言葉が、ねえあんたやばいよ、美少女すぎるって毎回言ってくれる、そんな大切なお友達の曲なんですけど、なんとね、なんとたまたまこの後19時からここで歌うらしいので、皆さんね、まあ、絶対見た方がいいかなと思います。はいはい、拍手拍手、ありがとうございます。たまたまとか言ってるんですけど、実はね、この主催をしてくれてるもっちゃんさんに、岡谷と2人でラジオライブ企画とかやりたいんですけど、一緒に呼んでくれませんかって、ちょっと実はこうやってごますりすりして、素晴らしい、素早く対応していただいて本当ありがとうございます、ありがとうございます。本当にそんなお友達の曲なんですけど、曲はわかるけど弾いたことないんですよね。ちょっと行けるところまで行こうかな。でこの後本家が歌ったら恥ずかしい。うー、ちなみに岡谷って呼んでるんですけど、703号室のこと、岡谷優奈っていう子なんですけど、風邪えぐいよとだけはお伝えしておきました、もうすでに。うわ、やばい。よし、それでは聞いてください、703号室の僕らの未来計画、行けるところまでです。明日を夢見た少年がこの世界を変えてきたんだ、登るべくして日は昇る、生きるべくして僕らは生きてる、何を繋いで生きるだろう、ありがとうございます。703号室大親友の岡谷優奈ちゃんの
僕らの未来計画という曲でした。この後19時から歌う子なので、もしよかったらねそちらも見てってください。それではもう1曲ぐらいリクエスト聞こうかなと。あ、早い飛んでる飛んでる飛んでるね。あ、知ってるよ、リリーブ来てくれてたねいいですか、じゃあ大きい声でお伝えください。まさかのオリジナル曲のリクエストでした。ありがとうございます。一人の世界という曲をリクエストしてくれました。ちょっとまだ歌詞の意味とか分かってないんじゃない、さすがにねえ一人の世界という曲は私のデビュー曲なんですけど、17歳の時に CD デビューさせていただいて、作ったのは中学2年生の時なんですけど、その曲は私のすごい心の奥にあるこう暗い暗い感情を吐き出すために作った曲です。聴いてください、一人の世界。一人残った世界で生きている、一人残された世界で生きる、一人になった世界はあまりにも、一人で生きてくには広すぎた。楽しんでる？負けないようにね、負けないようにねさあさあさあ、まあ、もう一曲ぐらいリクエスト聞こうかしら。いいですか、聞いていいですか。もうみんな手挙げるところじゃないんで、もうしま…あ、早いですあ、じゃあ聞こう。蝶々結びエメさんの蝶々結びありがとうございます、リクエストしていただきました。ちょっとギターがいけなさそう。いや、寒くてかじかんじゃって、難しい子が音が鳴らなさそうだなというなんですけど、私は頑張りたいありがとうございます、優しい世界。ちょっと待って、ちょっと一瞬だけ変え、あ、
どうしようかな。まあいいか。いきます、頑張ります。リクエストしていただいたあゆめさんの蝶々結び聞いてください。片っぽで丸を作ってしっかり持ってて、もう片っぽでその丸の後ろくるっと回って、間にできたポッケに入って出てくるの待ってて、出てきたところを迎えに来て、せーので引っ張って、はじめはなんとも情けない形だとしても、同じだけ力を込めて、羽は大きく結び、目は固くなるようにきつく結んでいて、欲しいの腕はここに、思い出はどこに置いて、置いて欲しい欲しいの、ありがとうございます。ありがとうございます。リクエストしていただいた曲たちを歌いました。今日いろんな曲を歌おうと思っていたんですけど、寒さで頭が全く回っていないという状況なんですけど、この後もまたリクエストをちょっと聞けたらなと思うので、今採用されなかったというか、選ばれなかった人はまた手を挙げてください。うわぁ、歌いたい曲があったんですけど、ちょっと手がかじかんでいけるかな、というかいけるかな。皆さん、マッシュルってアニメ知ってます？知ってます？そのね、オープニングもね、歌いたかったんだけどね、寒さで口が回らないかもっていうちょっと心配があるんですけど頑張る？頑張るか。よし、頑張ろう。途中でギターが消えても聞かなかったことに、そういう演出だと思ってください。それでは頑張ります、聞いてください。クリーピーナッツさんでブリンバンバンボーン。チートギフテッドアラワザモンテ、禁忌禁止で明らかもって反則異次元、この世のもんではないです、無理ゲーそれきってないって、えい、ライバル口を揃えて、うん、ライバル口を揃えて、バグでマグで見たまね絶対マジでこれも全部生身で、いつ生身いつ生身、イエイ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 、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、実力を発揮しきる前に相手の方が忘れてくらしい、上がりきるハードルベリーハッピー、明らかにダボス世界一、相変わらず抱きしてる毎日、ブリンブリン、誰の名の光もいらないお前のアイスよりアイシー、俺パッと見できないことばかりだけどベリーハッピー、呆れてる周り、恵まれてる家族友達、もう反則的たち、みんな俺に任せとけばいい、よく処理ないもんだ処理ない情報と生じない鏡よ鏡、答えちゃって Who the best? I'm the best, oh yeah! 生身のままいけるとこ待って To the next, to the 一番上 Nothing がブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボンブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボンブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン To the next, to the 一番上。ありがとうございます。最高、歌ってよかった、ありがとうはい、まあ、こんな感じでね、ちょっと頑張って温まってるんですけど、みんなもね、もう本当にどうか無理だけはせずね、温かい回路とか持って温まってください。それではそのまま続けて、ちょっとアニソン歌おうかなと
思います。マッシュル見てるよって人、あいいねいいねいいね、あ全然いない。みんな曲知ってるんだったらアニメも見て、本当に面白いから、本当にぜひ見てほしいアニメです。私はあの普通にシーズン1から見てたんですけど、めちゃくちゃ良かったんでね、皆さんぜひ見てください。それでは続いてまたアニソンなんですけど、7つの大罪というアニメのオープニングをございます。ゲームもするぐらい大好きなアニメです。それでは聞いてください、生き物係さんの、情熱のスペクトラムという曲です。聞いてください。鳴り止まぬ愛を叫ぶよ、すべてを抱いてここにいるんだ、光はそこにあるよ、譲れない想いをかけて希望の果てを僕は生きるよ、夢をつないだ君と、始まりをいつか僕らの手で生み出すんだよ、優しい君の声もきっと世界を変えられる、誰も一人きりじゃ立ち上がれやしないから、互いに手を伸ばして限りを超えた明日へ、鳴り止まぬ愛を叫ぶよ、ぶつかり合って分かり合うんだ、光を作り出すよ、諦めぬ想いをかけて希望の果てを僕は生きるよ、夢をつないだ君と、ロシア語しか喋れない、ロシア語と日本語しか喋れない、でもきっといいことだったと思います。ありがとうございます。ものはポジティブに捉えればうまく生きていきますからね。ありがとう。あやばい、アニソンばっかり歌ってるけど、アニソン続きでもいいです、いいです。ありがとうありがとう。ちょっと今日もう一曲歌いたい曲があってさ、ちょっとなんか毛色は変わるんですけど、ドラえもんって知ってます？みんな、え知らない人いるん？ドラえもんって今いるかもしれんな。ドラえもん、あ知ってる、グーって見せてくれたらありがとう。ちょっと一瞬ちょっと回路タイムしていい？じゃなんかみんなからなんか言葉ちょうだい、私が回路触ってる間に。なんか今日何してたの？ダンスしてたの？いいね、お疲れ。何してたんですか皆さん、何してたんですか？もう何してたんですか？うなずかれた、うなずかれた、恥ずかしいですよね。何してたの今日？ UFO キャッチャー、どうやら成果はあったような UFO キャッチャー、素晴らしい、拍手してあげてください皆さん。わあ素敵、はあ、ということで回路タイム終了なので、これ歌い終わったらまたちょっとリクエスト聞こうかなと思っているんで、皆さんもしよかったらリクエスト考えておいてください。心の中いつもいつも描いてる夢を乗せた自分だけの世界地図、タケコプター空を飛んで時を越えて遠い国でもドアを開けてほら行きたいよ今すぐ、どこでもドア、大人になったら忘れちゃうのかな、そんな時には思い出してみよう、シャララララ
僕の心にいつまでも輝く夢、ドラえもんそのポケットで叶えさせてね、シャララララ歌を歌おう、みんなでさ手をつないで、ドラえもん世界中に夢をそう溢れさせて、ありがとう。ちょっと一瞬だけマネージャーさんと打ち合わせしてもいいですか？はい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 、まあこういうこともありますからね、打ち合わせとかもありますけど、皆さん私さっき言ったこと覚えてますか？リクエストを募集しようかと思うんですけど、いいですか？ちょっと私がじゃ あの一瞬飲む間にまたちょっと考えててください。いやでも私も寒いけどみんなも寒いから頑張ろうね、頑張ろうね。せっかくこんな素敵な、だってゴジラの前で歌う機会いただいてんだからさ、毎回毎回本当にね。じゃあちょっと待ってね、リクエスト聞きますよ。歌ってほしい曲がある人、はい、歌えるかな、ちょっと待ってね。アニソン嬉しい、私がアニソンばっか乗っけてるから。アニソンのリクエストが来ました。ちょっとやばい、待ってちょっとやばい、ちょっと待ってね。いけると、お前はいける、大丈夫ありがとう、みんな優しいね。あ、手拍子早かったんでごめん、ありがとう、練習はバッチリ、そんな感じでお願いします。それでは聞いてください、アニメスキップとローファーから須田慶奈さんでメロン。眩しくて眩しくて僕は目をそらしてしまう、見破る言葉一つだって何も言えない僕だ、太陽が君を連れ去ってしまう、なんだかとても寂しくて目を伏せた、こんなに狭い世界で跳ねる笑い声がとても綺麗に響くから救われたんだ、切なを繰り返す途方もない未来迷いながらでもいいさ、全て分け合っていこう、眩しくて眩しくて僕は目をそらしてしまう、似合う言葉一つだって何も言えない僕だ、軽やかに軽やかに跳ねる背に見とれていた、青い四度の正体ありがとうございます。ちょっとさ本当にギターをね弾く手がねおかしくなってきてしまったので、ちょっとここからはアカペラでちょっと歌ってもいいですか？ ありがとう。ちょっとサビだけとかをパパパっていろんな曲歌いたいなと思うんですけど、またリクエスト募集しようかなと思います。リクエストある人
あ、うわ、順番に一番端っこの帽子をのフードの方、いいですか？あ、リクエスト決まってなかった。マリーゴールド、ギター欲しい曲。ありがとうございます。そしたらマリーゴールド。マリーゴールドどこ？ははははは。あいみょんさんのマリーゴールドですよね。ありがとうございます。そしたら、ちょっと一瞬ギター置いていいですか？誰も聞いてない。びっくり。スタッフさん、スタッフさんの方々、ちょっと一瞬ギター置いてもいいですか？でポケットに手突っ込みながら歌うんですけど、どうかね、どうか勘違いだけはしないでください。あの生意気なわけではありません。調子に乗ってるわけでもありません。ちょっとだけ段を取らせてください。みんなも段ポケットの中に手入れて段取ってください。それではサビマリーゴールドを、リクエストしていただいたので歌います。ちょっと一回震え出すとね、ちょっと震えが止まんなくなっちゃって、ありがとう。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋、もう離れないと泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて、抱きしめて離さない。ありがとうございます。それでは続いてまたリクエスト、アカペラでもよければ、あ、はい、ちょっと待ってね、待ってください。歌ってほしい曲がある人、はい、ありがとう。ジキヤネ、3月9日ありがとうございます。こちら3月9日レミオロメンさんの楽曲はですね、このギターのねコードを調べるランキングがあるんですけど、この時期になると毎回1位になります。ね、毎回1位になるんですけど、とても素敵な曲です。ね、それではちなみに今年が卒業の年でしたっていう方、最近卒業、あー、おめでとう。あら、このなんだっけ、忘れちゃった名前、おたけだ、おたけボーイも、あら、センターガールも卒業された皆さん、本当にね、おめでとうございます。3月9日を歌います。やばくない？やばいよね、これ本当なんだよ、本当にこれぐらい震えてるの。ビブラートがいい、ビブラートが効く効く。瞳を閉じればあなたが、まぶたの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私もそうでありたい。ありがとうございます。ギターを持ちます、復活です。すいません、ギター出してもらっていいですか？あ、出てました、ありがとうございます。そしたらどうしよう、オケって出ます？オケ出る。じゃあ1曲だけギターでなんかリクエスト聞いてサビ歌って、その後はちょっと1曲だけ音源を使って歌おうかなと思います。それではリクエストのある人、早い、センター。偽物勇者、偽物勇者、ありがとう偽物勇者。この後19時から歌います。703号室の偽物勇者を歌わせていただきます。ちょっと待ってくださいね。
いや、みんな寒いでしょ。私まだちょっと動いてるからあれだけどね。みんなも動いて、こうやって動いてね。あ、動いて、顔入んね、みんな動いてくれんだ、ちゃんと正義のヒーローの画面の下も知らずにね、偽物勇者は僕だった、君を傷つけていたのは僕だった。ありがとう。それではラストはオケで歌おうかなと思うんですけど、私も寒さに負けずラスト1曲歌えるように頑張るので皆さんも寒さに負けず風にも負けず、なんかあったよねそういう感じのやつね、なんとかのなんとかにも負けずみたいなやつありましたけど、負けず、もしよかったら手拍子とか痛いと思うんですけど、手拍子とかあと手をぐるぐる回したりとかする曲なんで、もしよかったらお願いします。それでは今日は本当に見てくれて、立ち止まってくれて、そしておたけしてくれて、 たくさん飛び跳ねてくれて、いっぱい手振ってくれて本当にありがとうございました。それでは最後聴いてください、1月22日に配信リリースされました私のファーストフルアルファ私のファーストフルアルファアルストロメリアのリード曲リリー聴いてください。起きてすぐの寝癖だとか少し枯れた低い声、愛しさに包まれ昨日と変わらぬ今日が始まる。嬉しいとか寂しいとか言葉でも欲しいタイプ、でもわがままは言い過ぎないように頑張ります。君の部屋にも僕手を託したよ、いつでも家に来れるよ。さっきお別れしたばっかだけど次はいつ来てもう好き好きって言い合うことにそろそろ慣れてきた頃だけど、返信ないとちょっと寂しい、今何してるのかなって普段はそうけないくせに、二人きりだと優しくなる、あっという間に恋をしたんだ、これからも振り伸ばしてよ上手。帰り道に買ったアイス食べるの忘れたままだ、次へに行くとき食べるから残しといて、君の部屋でお酒飲みながら見たあの恋愛映画、実はあんま覚えてないけどそれは言わないでおくれ。また回します。もう好き好きって言ってばかりの私にうんざりしないでね、ちゃんと加減はするようにして、押し引き大事にするから、普段は明るく元気に二人の時は甘えさせて、そんな私のギャップで君をいつの日か振り回したい。違うたびに香るホワイトリリーにグラグラしちゃってる私は、ちょっと余裕がなさすぎるかな。
に胸が騒いでる。今から言ってもいいかな、すっぴんだる気の時言われても、それで君のために可愛く、それから少しゆっくり来て、無理なら振り回されてもいいから、今日は本当にありがとうございました。シンガーソングライターのアンナでした。